ポロチェロチャンネル、ポロチェロチャンネル、ポロチェロチャンネル。はい、風の層ですね。はい、こちらの、まあ、1回目ということで、うん、スナフキン来ましたね。はい、来ましたね。シャイル、シャイル、こいつを倒したいと思います。はい、まあ、今回ね、まあ、時間もギリギリということで、うん、まあ、ちょっとプライベートの事情ないけどね、うん、もうガチでいきます一回も死なずにね、もう一瞬で終わらせます時間がないんです。目がギラギラしてますよ。はい、もう帰ってきてね、スーツを着たまんま今撮影しますからねさ、じゃあ死の子の言わずいきましょうか。そうそうそう、いきましょう。もう超ガチメンバーだからね、これ。そうだね、うん、いつもだったらね、一人ちょっと変わった子入れようかってなるけどね。もう死んでられないんでね久々のあやめですよ、うん、時間がないんですよ、ポロさんまあ地塗りをね、あ、地塗りによってね、効率が上がるんですよ。なるほどなるほど。海が俺様を、これでも2番目に、まあまあいいか。お、ナイポジ本気ですね、ジェロさんは本気ですよ本気ですよ、マジで。未だかつてない本気ですよ。地獄で会おうぜ。一切心に遊びがありませんからね遊びましょうよ、もうちょっと私に任せてちょうだい。あー、ヒラメに当てたかったロスロスそうなると触発されますからね、うん、私もね。ね、俺のセンスですね、今から。ミスがね。もういいやん、いいやん。おお。これ良かったですよ。うん。もうこれは倒しますよ。うん、海が俺様を呼んでるぜ。倒してください。拙者が助け出します。ジエンドっていうやつですよ、これは。おお。さすがですね、はい。確実に仕留めますよ。なんかいつもより研ぎ澄まされてる感じがする待ってたぜ。これならもうアングラ急走も一発でクリアできるぐらいのモチベーションよ地獄で会おうぜ。ほら、これもね、リュミエールが光りますよ。なるほど、暴れてもらってね、ヒラメ経由でね。 OK です。扇風機さえ倒しとけばね。そうね、もうあとはもうどうでもいいんですよ。押して前よ。あー、ロスロス、今のロスです。ここはね、ここはしょうがないですよ、反射だからね、うん、私の苦手のね。やっぱね、ムンブルが強いよ。強いよね、うん、次もムンブル使いますからね。次、やばいやばいやばい、いやいやいや、さっき俺 50% あったんだけど、ね、いやいや、今取り始めたのにそんなことある。あー、まずいまずいまずいよ。これも計画的にね。うん、よし、ほら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 、まあまあいいでしょ、まあ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 いいでしょ。いや、これ結構頑張りましたよ。うん、お願い、私だけを見ていて。あ、まずい、急激にもう 15% ですよ。お、なんでそんなに減るん。見る見る、あー、14、やばいやばいやばい、急いで急いで急いで、うん、もうね、急いでる時にそんな変なカン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 するよね、もう反射は苦手だって言ってるじゃないですか。よしよし、まずいまずい、これチロさんにつないだ方が良さげですよ。もう 10% ですから。あ、ちょっと変えますか。じゃあ変えましょう。はい、ちょっとわちゃわちゃしてますけどね。わちゃわちゃしましたね。なんでそんなに減るの。なんか他のさ、なんかすごい電池食うアプリ立ち上げてるんじゃない。立ち上げてませんよ、ね、いやいや、なんでそんな君確認もせずそんなこと言うの。お願い、私だけを見ていて。おー、ナイス。はい、研ぎ澄まされてます。もうこれは余裕でしょ、だって。そうだね。
何なんそれは。何か何なんそれは。もう例えようがなかったよ。まあプロの得意技っていうやつですかね。かすり感。まあこれは難なくクリアしますね。うんうん。それは大丈夫でしょう。うん。落とすとこうでもいいしね。うんうん。おおいいね。いや強いよねこの特攻キャラでいくのがね、うん、初めてですよ完全に特攻キャラでいくの、ね、こんなガチでいくの初めてやね。私だけを見て。いやムンブルじゃなかったリュミエールがね。そうねないとね。わあここで反射か。こっちは倒しときたい。お惜しかった。ラメさんがね。お、フラメット。お、これはじゃあこうやっときましょうか。おお。波に乗ってるぜ。待ってたぜ。モムンブルが無駄に取りますよ。お。あ、ちょっとちょっといいな。どれぐらい上やったらよかったかね今。そんなことですよね。お願い、私だけを見ていただきたい。おお、ユーザーの礼に。そろそろ使いたいですよね、グラタン。ああ、そうやね、使ったら最後。うんうん、とどめを刺しましょう。ああ、そっち？え？あいやいや、ハンタースキル使うのかな。ああ、止まりました。はい、クリアしましたね。よかったよかった。いや結構辛いダンジョンなんですけどね、ここね。うん、そうね。まあ、ただチェロさんの本気がね、垣間見えましたよね。なんか覇気が出てたよ今。うん、覇気がね、無駄な覇気が出てましたよ。スロ呼んでたやつ、あ、スロさん。おお、やりましたね。はい、まあちょっと駆け足でしたけど、うん、まあこれでね、風の層1段目をクリアできましたよ。できましたね。うん、次はなんだっけ、今俺の端末だから画像が見れないけど、あれだよね、満腹姉ちゃんよね。満腹姉ちゃん、うん、あ、大食感みたいな。あ、はい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 、いっぱい食べるよみたいな。はいはいはい、はい、うん、名前出てこないよね、うん、ファウナ、ファウナ、そう、うんうん、ファウナもねちょっと覚えてないんですけど、 あれか、うんうん、アークコアを食べるやつね。あ、そうだったそうだった、うん、結構私好きよそういうダンジョンね。まあそれはどうでもいいんですけどね。はい、じゃあ今日はこの辺で。ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。